贵店，ありがとうございます。今天要跟大家说一件事情，就是我们文当从四月开始就要升官了。昇進します。すごいね、頑張ってた。給料がめちゃくちゃアップするぞ。昇進するために必要な資格もしっかり勉強して取れましたので、本当ね、ここまで頑張ってきてよかったなと思うね。恭喜我们文当，おめでとう。谢谢。那这一次呢，就是为了庆祝我们文当升职，所以又决定要帮文当办一个小小的庆祝 party。おいしいもの食べて。食べて。ゆっくり休んで。今回は最高の一日にしましょう。お願いします。这一次为让文当好好休息，感受非日常，我安排了两天一夜的饭店让他享受放松。那因为他之前一直说想要去玩迪士尼海洋的新设施，我这次选的是直达新浦安车站的浦安 Blydon Hotel 的 Tokyo Bay 饭店，有免费的接驳巴士可以到迪士尼，想说休息一整天之后隔天可以直接去迪士尼。那房型的种类很丰富，依照房型也可以看到迪士尼的烟火。那饭店本身有进驻许多餐厅、酒吧、美容沙龙，早餐也有得过2022年乐天早餐千叶县第一名的奖。我相信爱吃早餐的文当一定会很爱，所以看到的时候就决定就是这一家了。那另外也发现附近有巴士可以直达羽田机场和成田机场，还有大江户温泉，其实真的蛮方便的。考虑来东京旅游的大家也可以考虑看看这家饭店哦。那现在呢，我跟文当在等 check in， 这一次呢我真的是准备满满的惊喜给他，我故意用中文讲他就听不懂，希望他会很开心耶。楽しみだな、このホテルで何が起きるのか。全部任せて。あ、スーちゃんの特別プランだね。そう。イエーイ、楽しみだ。ここすごいゆったりしててめちゃめちゃ綺麗だね。ね、めちゃ綺麗だね、雰囲気が。今ルーちゃんがチェックインの手続きをしております。楽しみだな、どんな部屋が待ってるんでしょう。那这一次呢我订的是1911号房，是19楼的房间哦。把钥匙给文当，让文当去开门。ふちゃんがドア開けて。1911。对。哇。噔噔噔噔。照明とかめっちゃ綺麗。对，我刚才有跟文当说，他进来的时候呢，先不要开灯。何になってここ上がれる？ねえ、すごいね。すごい、おしゃれ。部長まだ入ってこないでね。うん。今大丈夫。わあ。昇進おめでとう。谢谢。これルーちゃんが選んだ花だよ。ルーちゃんの髪の色の方が激しい。没事。用洗发精那个粉红色不想用太多，现在变超深的。文当様。はい。今から正式的に花を渡しさせていただきます。ありがとうございます。文当，恭喜你升职了。谢谢。好棒哦，ずっと頑張ってきたからね。すごいね。好香。那我们文当已经瘫软在那边的时候，给大家再看一次我们房间的全貌。噔噔，我觉得这个台阶超漂亮的，它其实还蛮适合求婚的耶。而且房间还有按摩脚的机器，超酷的。哎，你今天是主角哎，怎么这样这么懒懒在这里？客だから礼儀なのさ。其实我们文当在这家公司已经八年了。我们交往多久，他就在这家公司多久。俺が社会人になってからすぐルーちゃんと出会って。我们文当也是蛮专一的，就一直没有换公司，然后也没有换过女朋友。全て一筋一途なのよ。因为我们今天住的是十九楼，我们文当打开给大家看一下我们这里房间的景色。哇！哇！他的 view 超好的。而且跟大家说，这个房间很棒的，就是大家有看到现在画面正中间的凸起物吗？那个就是迪士尼的山，所以晚上我们可以在迪士尼放烟火的时候看烟火。呀，楽しみだね。我也在这里了。一起加油！一起加油！なんでできるのこの仕事？すごいでしょ。那我们现在 check in 回到房间之后呢，就要去吃饭。我自己是订了文当非常喜欢的菜色，感觉他会很开心。那我们就走吧。走吧。今天的晚餐我们要吃的是这一家铁板烧，叫做 Himologi， 因为我们文当呢非常的爱吃铁板烧。嬉しいな、鉄板焼き結構ね好きなんだけど、なかなか食べる機会ないからね。こういう時だよ。こういう時ですね。
進祝いで乾杯しましょう。乾杯。乾杯。わー、美味しい。とっても爽やか。前で焼いてくれるのとてもいいね。ねえ、料理の過程を知ってその苦労を知ってから食べるご飯はまた一段と美味しいね。わー、赤ちゃん超開心だ。うわー、わー美味しそう。すごい。哇，好美味哦！这个真香。我们闻到吃今天主角之一的伊势龙虾了。嗯，プリプリ、噛んでも噛んでもプリプリ感ずっと残ってるの。ちなみに身の方は半生で仕上げてます。中も火に入れてないので、プリプリ感が強いです。鹿児島県の牛フィレ肉。黒毛和牛の牛フィレ肉。いや見て、すごいね、サシがね、めちゃめちゃ入っててね、今日当たりなんだって。主厨刚才跟我们解说，大家看这个光亮亮的感觉，就代表你吃到嘴巴里面的时候会有多溶于你嘴。跟他们在讲呢。亲身现场的大蒜，是直接炒蒜片给我们的。现炒蒜片。ねえ、シュンシュンと切っちゃう。ねえ。那个牛看起来太厉害了，大家。すごい。なんか。我觉得它量其实还蛮有饱足感的。マジこれ一日一食でも満足。ねえ。いただきます。めっちゃ柔らかい。ロケますね。皮は好嫩哦。歯に引っかからないでしょ全然。確かに全然引っかからない。这个牛的肉质好好哦，光都看到了，我特别想看。嗯，红豆红豆。嗯，好好吃哦。甜点也美美的。見て、台湾みたい。台湾食べちゃおう。好，大家，那现在呢，已经回到房间了。其实我这一次除了准备铁板烧之外，这家饭店可以加钱请他们送服务。那我另外订了文当非常喜欢吃的巧克力蛋糕，还有香槟，就来庆祝他这一次的生日。我就觉得文当太幸福了耶。那我蛋糕是约晚上七点，每次我约这个啊，就是哎，日本人很准时，真的就是这个时间耶。ありがとうございます。ありがとうございます。哇。ケーキ綺麗。ネフちゃんこれは別のサプライズ。すごい。めちゃくちゃ綺麗なチョコレートだね。ねえ、これめちゃ綺麗だね。私も見てびっくりした。美味しそう。オープン。いい匂い。感觉超好吃的。天哪，やっぱこれめっちゃ美味しそうだよ。ねえ、濃厚そう。はい、あともう一個ありますね。お、なんでしょう。これ見て見て、ふーちゃん。これはまさか。シャンパン。没错。行きます。危ないな。3、2、1。すごい。結構遠く行きました。泡のいい音するね。え、大家看、房间晚上夜景超漂亮的。いいね。なんか昼と全然違う感じ。これはね、本番のパーティー。おわ。やっぱりお祝いはね、ケーキがないとダメなの。いや、俺まさかケーキ来ると思ってなかったよ。文旦の昇進をお祝いに乾杯。乾杯。美味しい。切るのもったいないな。本当めっちゃ綺麗なんだよね。めちゃくちゃ綺麗なんだよね。でしょ？なんかここはね、鼻がついてるよ。ふーちゃんと付き合ってから初めての昇進祝いんじゃない？いいじゃん。めっちゃ記念すべきだね。お、いちご入ってる。中いちごめっちゃあるね。すごいね。ただのチョコレートケーキってわけじゃないんだ。いただきます。いただきます。チョコも美味しい。うん。今考えると今の会社入ってもう8年なんだと思って。うんうんうん、いろいろあったね。いろんなとこも転勤したし、一緒に熊本も行って、うん、実際その動画にはしてなかったんですけど、細かい関東の移動は結構あったんですよ。でやっぱり一番大きかったのはその熊本の転勤が決まった時。まあでももっと驚いたのがルーちゃんが来てくれたこと。遠距離になるかなと思ってたんですけど、まあルーちゃんが本当すぐに
私も行くよってすぐ言ってくれたんで、なんかすごい気が楽になりました。ふーちゃんの言うとこは家だよ、私にとっては。でも熊本の時は本当にすごい楽しかったの。東京とまた違う楽しさ。但是我们那同事他们就超常找我一起去吃饭的，就也让我们两个觉得很感动。希望我跟文当还会在一起很久很久，然后文当继续升官，我也努力工作。然后如果未来有小孩子的话，可以两个人一起努力给小孩子好生活。现在时间是晚上8:38，晚上8:40呢，迪士尼会放烟火。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。まだかな？お願いみたいの話。あ、あった。すごいしっかり見える、ふーちゃん。開心。我们文旦也很认真在拍烟火，普段あまり見れないもんね。花火見ないよね。なんか花火大会とかも結構中止になってたりするしさ。わあ。すごい。綺麗。これはいいね、雰囲気。ね。文当的第一轮好可爱哟、哦！筑前煮塩サバ。这个盒子是每天都会换的样子。こっちがパンオショコラ。でこれがクロワッサン。温泉卵。サラダ。他们这里的炸酥皮是超好吃的，那个熱熱的，ふわふわ。本当ルージャンが言った通り、ふわふわ。メープル美味しいね。然后我还另外拿了咖喱，他们这咖喱好像也蛮厉害的，是牛筋咖喱，好赞。退房了，因为刚才做脸，我头发整个乱掉，然后文当说他帮我做一个跟他一样的刘海。今からチェックアウトします。はい。あとはディズニー行きましょう。楽しみだ。昇進祝いにここのホテルはすごいいいね。ありがとうルーちゃん。快適に過ごせました。よかった。それが一番よかったね。これからはまた頑張れるね。よかった。ルーちゃんも頑張るよ。因为我们是下午入园的，所以我们现在吃午餐，吃完刚好去。昨日も豪華な伊勢海老と美味しいお肉食べたから。これから天ぷらとチラシ寿司。ねえ、本当ふーちゃん幸せだよ、本当に。いただきます。いただきます。旁边还有一碗汤。わ、見て、ご飯入ってる。ご飯じゃないよ。エビだ。好大。好大ね。プリプリ。わあ。めちゃくちゃ美味しい。いや、今回の旅行楽しかったな。我ルーちゃんに感謝だね。那我们两个现在要坐巴士去迪士尼了。他那个巴士接驳车里面全部都是迪士尼，而且连巴士司机都穿迪士尼的衣服哎。ホテルから直接行けるのいいね。めっちゃ便利。ね。那谢谢大家看我们今天这一支影片，我们下次再见，拜拜。恭喜我们文当升职。恭喜恭喜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。